こんにちは。やっほー。今日はバレンタインです。ということで、皆さんは何かバレンタイン作りましたか？謎の小声で始まりましたが、私はじゃじゃじゃーん、こんな感じでバレンタイン作りました。何かというと、めっちゃバレンタイン仕様なメッセージカード、チョコバナナのマーブルパウンドケーキ焼きました。これレッドベルベットケーキっていう、こんな感じの、ちょっと今ラッピングしちゃってるから微妙なんだけど、こちら貼っときます。でん、こんな感じです。海外だとね、日本よりもうちょっとメジャーみたいです。あとはメゾンデショコラのちっちゃいミニサイズのやつを一緒に入れました。こんな感じでね、世の中の女の子たちはいろんなバレンタインをそれぞれ過ごしてると思うんですけど、今日は YouTube あるあるですね、バレンタインのエピソード話していこうと思います。あ、そうだ、その前にじゃん、手のネイルもバレンタイン仕様です。これもハートなの、可愛いでしょ。で、ちらっとリボンをプライベートではつけませんがYouTube 用でつけてみました。で、一応ね、着てる服も見えないと思うんだけど、可愛いでしょ。このミニスカートです。ちょっと立つとあれなんだけど、こんな感じのミニスカートにじゃーん、ほう、パジャマなんですけど、可愛いでしょ。ボーダーのジェラピケピケコでございます。あ、可愛いね、こうすると爪が。普段こういう色しないけど、今回あ、そう、スクエアにしたの。いつもさ、丸くしちゃうんだけど、スクエアはちょっとハマってるから続けていこうかなと思います。で、そう、私のね、バレンタインは小学生の頃何人かに渡したの。3人ぐらいに渡した気がする。小学校2年生の時に、まあ、1回で3人ぐらいの男の子にあげるって、しかも本命ね、一応どういう感じっていう感じなんだけど、でもさ、学校にチョコ持ってっちゃいけないから、ママに校門に来てもらって、で、その渡したい子たちには、あの、ちょっと今日チョコ渡したいから、学校終わったら一緒に校門のとこに来てって言って、ママから受け取ったチョコをその子たちにどうぞどうぞどうぞって渡したの。でね、ちょっとね、2人ぐらいはもう覚えてないんだけど、1人すごく印象的な子がいて、その子はね、クラスが一緒でリレーの選手で一緒だったので、リレーの選手ってお昼休みに練習とかするの。だから4時間目が終わってキンコンカンコンってなったら、先生が、あ、じゃあリレーの選手の子は練習急いで行ってねとか言うのね。私はもうリレーの選手だから、なんかちょっと優越感みたいな感じで、ハチマキ持って行ってくるみたいな。で、みんなも頑張ってねみたいな感じで、私はちょっとね、こう私リレーの選手ってちょっと思って、あの時間が嬉しかった。で、そこにその男の子も一緒にいたのね。で、その男の子はね、私の走る後に走る子だったの。話す時間も多いわけ。どうやってバトン渡すとか、これやりやすいとか、まあ、小学生ならではの会話なんだけど、確か運動会、いや練習かな、いや多分本番運動会の日だと思うんだけど、あんまり私がいい走りをできなかったの。確か青いハチマキだったから、青チームだったと思うんだけど、私たちは、私たちって、私とその子だけしか知らないよね。もうそこで見てる人誰も知らないと思うんだけどで、いい走りができなかったんだけど、その子がバトン渡して走ったら、もう全部抜いて爆走してくれて、もう1位になったの。ガーッみたいに周りもすごい盛り上がってるわけ。頑張れ頑張れみたいな。で、もうその時にキーかっこいいみたいな、もう小学生の頃足速い子がモテるっていう、もう王道のやつに私は引っかかったんだと思うんだけどで、確かその子に運動会が9月とか10月で、秋だったの、私たちの学校で。11、12、12で4ヶ月か5ヶ月後のバレンタインに渡した気がします。何やってるんだろう今その子。でも確か勉強もできたから、まあ今は立派になられてると思うんですが、まあそう願いますもう、でもその子のこと好きだったのかな。なんかさ、小学生ってもちろんなんだけど、その時は好きだったのかもしれないけど、大人になっていろいろ恋愛すると、まあ恋愛ではないじゃん、小学生の子の好きなのって。なんかもうノリというか雰囲気というか。だけどさ、小学生でまだ恋愛とかが全然わからないのにもかかわらずさ、男の子と女の子でさ、好きっていう気持ちがあるとかってさ、人間ってすごくないえ、そう思うの私だけ？人間ってすごいなって、本能なのかなって思うけど、すごいね。で、4年生か5年生になって1人に渡しました。その子はお家が近かったの、たまたま。だから6時とか7時ぐらいになんかテクテクお家にいて、ピンポーンってしたおばあちゃんが出たの。お
ばあちゃん、私おばあちゃんのことも知ってたから、その子のすいませんちょっと何々くんにお渡ししたいものがあってとか言って後ろに隠して、であらそうみたいな感じで、おばあちゃんの頭にはバレンタインっていうのが全然なかったらしくて、で上上がってって、みたいな、でその子が出てきただけでモジモジして、私なかなか渡せなくって、あのこれみたいな感じで、でやっと思い出渡した気がする。そうね、なんで好きだったのかはちょっと全然覚えてないですねそう、それでね、私に行くときに、私がマンションを、自分のマンションを下降りたら、その私に行くマンションの隣に住んでる男の子にばったり会ったの。おーみたいな感じになって、で私もこれから何々くんにチョコ渡しに行くのみたいな感じでその子に行って、その子もへーみたいな、私に行く子の隣に住んでるから一緒にそこまでこうやって歩いて喋りながら、じゃあ渡してくるねとか言って私ノリノリで言ってたっていうのを後からその男の子に聞いて、全然覚えてなくて、そんなこと言ったっけなみたいな。まあでもそれはね、人から聞いて、まあ、それが絶対合ってると思うから、そんなことしてたんだな小学生の私はっていう感じだよね。あ、でもね、幼稚園の頃もそうだ、渡してた。幼稚園の頃もなんで思い出したかっていうと、小学生の頃になんか整理してたの、昔のアルバムとか写真を。そしたらそのある男の子からホワイトデーに多分手紙をもらってて、結構これぐらい大きい紙に、ありさちゃんありがとう、なんか食べてねこれお返しみたいな、なんか文学文字が書いてあって、絵とそれをもらってて、小学生の時に見て、あ、私この子に幼稚園あげてたんだと思って、で幼稚園と小学校一緒だからさ、あのその子も当然小学校にいたんだけど、なぜかその時は渡さなかったね、小学校では。なんで幼稚園生ってどういう気持ちでバレンタインを渡してるんだろう、謎で。もう中高はさ、私女子校だったから全然そんな男のことっていうのはなくって、でもこれ女子校のみんなだったら共感してくれるかもしれないんだけど、もう100個とか150個作っていくの学校に。でもうサブバッグパンパンにして朝登校して、もうみんな同じ光景、同じ制服着た子たちがさ、同じサブバッグ持ってみんなパンパンになって思ってるわけ、こうやって。あんまりさ仲良くない子とかちょっとすれ違ってあーみたいな子でもとにかく渡すみたいな。だから最終的に誰からもらったか分かんないわけ、もうパンパンになって、行く時は自分のお菓子でパンパンで、帰る時はもらったお菓子でバッグがパンパンなのね。でさ、誰からもらったか分かんないから、え、なんかこの見た目大丈夫そうみたいな、もう正直あるわけ。いや、もらうのはめちゃくちゃ嬉しい、みんな当時の友達ありがとう。それをね、もらった時に私はもう、あ、もう私は作るのやめようって思ったの。自分もさ一生懸命作って相手をそういう風にわざとじゃないけど思わせちゃったらさ、もうお互いそんな良くないじゃん。だからもう中学校3年生高校1年生ぐらいの時はもう、ごめんなさい、あくびしちゃいました小学校じゃない、もう中学校3年生とか高校1年生の時はハリボーとかちっちゃいクッキーとか市販の小分けになってるお菓子を自分でラッピング袋に入れて、こうやってキュッキュッてしてハッピーバレンタインってして渡してた気がしますね。そうでさ、こないだその中高一緒だったすごい仲いい友達とアフタヌーンティー行ったの、アラン・デュカスので。アラン・デュカスってチョコレート屋さんだから、アフタヌーンティーもすっごいチョコなの、こんな感じです、でででん。だからもうすっごいチョコチョコしてるのねただその友達がさ、ちょっと食べていくうちに、うちチョコ嫌いなんだよねって言い出したので、私えってなって、え、チョコ嫌いなのになんで言わなかったの、私知らなかったんだけどって言って、もう10年以上知り合いというか友達で、高橋っていうから、その子高志の高橋、出席番号も前後で、卒業する時も同じクラスで、卒業式も席隣で、塾も一緒だったから夏期講習とかも毎日のように一緒に行ってた子なのにもかかわらず、その事実を知らなくて、で、え、バレンタインの時どうしてたのって聞いたら、いや、知ってる子はあのチョコをうちに渡さないけど、知らなくてもらった子はもう妹とかにあげてたって言ってて、なんで言わなかったの、このアフタヌーンティーにチョコじゃんって言ったら、見たら美味しそうだったから、ここ来たらチョコ嫌い克服できるかなって思ったとか言って、そんなんで克服できるわけないでしょ、チョコ嫌いなのにと思いながら、もうそれを聞いた瞬間、私はもうじゃ今すぐこれ食べてすぐラーメン行こうって言って、その子ラーメン好きだからすぐにラーメン行った。アフタヌーンティーからのラーメンやばいよね、アフタヌーンティー食べてラーメンだよ、カロリーどんな感じって感じ、怖い怖い。まあだけどその日はバクバク食べましたね
でさ、その子とさツイキャスの話になって、うちらが中高の時ってインスタライブとかじゃなくてツイキャスだったよねってなって、懐かしいってなって話してたの。ツイキャスってさ、みんなテスト勉強の時にわざとツイキャスしながらみんなで起きてたりとか、完全に身内ネタでさ、盛り上がってるところにおじさんとかがポヨーンって来て、こんにちはみたいなコメントとかしたらみんなさシーンってなるの何のためのツイキャスって感じだと思うんだけど、シーンってなって、でその人がいなくなったら出てった出てったみたいな感じになって話してた。初見さんいらっしゃい、よかったらコメントしてってくださいねとかあったじゃん。あともう一個さ、何済みですかっていうの流行ってたの覚えてる？分かる人いるかな？伝わる？これで、私はもう東京から出たことがなかったし、他の場所にこう転校とかもして他の県に住んだことなかったし、東京の友達しかいないから日本イコール東京みたいな、当時中学生のね私はそう思ってたので、なんかキャスでさ、なんかのタイミングで福島済みですみたいなのがポヨンって来たので、私福島みたいな、福島の人となんか今つながってるし、自分のキャスにコメントしてきたよって思って、東京だと思ってるから、東京以外あるのって思ってたの。その東京以外あるのっていうのは、もうキャスしてる子もさ友達とかしかいないから、東京の人がキャスをしてる、東京の友達とやるみたいなもう概念だったから、福島の人とこんなに簡単につながるんだ、やばーと思って、そこで SNS の威力を知って、もうすっごい革命だったの私にとっては。みたいな、だって福島の人と今自分がこんなに簡単につながってるんだ、なんだこれはって思って、今でこそさこういう YouTube とかインスタ、Twitter って当たり前でさ世界中の誰とでも簡単につながれるけど、当時はそんな感じでもなかったから、10年前は。だからもうそう考えるとさ、10年後なんて誰も想像できないよね。10年後の私は34歳ですけど、普通にママとかになってるかな。あ、見て、この間これ買った時にね、ブランケット買ったの、可愛くない？ジェラピケの。なんかさ、うち真っ白だからソファーに合うなと思って、ソファー用のブランケットにしていつもここに置いてます。まあこんな感じですかね、私のバレンタインのお話は。なんかリボン落ちてきちゃったバレンタインのお話はっていう、全然バレンタインじゃない話もめちゃくちゃしちゃったんだけど、やっぱさ男性の方はさバレンタインもらうと嬉しいの、どうなんですか、嬉しいんですかね。でも聞いたことある、もらえなかったらもらえなかったで結構ショックだよみたいな。あ、私はね理想のバレンタインのお返しだから、ホワイトデーがあって、さバレンタインってさ、バレンタインはさ女の子からするものじゃん。だからホワイトデーはもうお返しとかじゃなくって、なんていうのかな、俺も渡したかったんだよみたいな感じで、もう大きな花束を渡してほしい、これみたいな感じでメルヘンすぎ、そんなことしてくれる人いないかな。もし誰か見てたら、将来私にくれる方は大きな花束お待ちしておりますまあ花束もらって嬉しくない女の子いないからね。はい、ということでこんな感じのバレンタイン動画でした。皆さんまた見てください。ありがとう。今日もバイバーイ。